薪餌作りですね。これね、場所によってエリアによってね、いろんな制限があったりルールが存在するところがあるので、それも行く前にですね、船長さんに確認をして、そこのルールにのっとった餌を準備しましょう。で、今日は生のオキアミと配合餌ですねを混ぜ合わせて薪を作ります。でも混ぜ方も、もうとりあえずこの、オキアミと配合餌がしっかりこの中で混ざって、よくあるのがね、水分が足りないっていうことが多いので、しっかり水分が行き渡るようにまんべんなく混ぜることがね、大事だと思いますね。そしたらその巻く巻き餌もばらついたりせずに、ずっと同じ安定した感じで巻けるので、しっかり混ぜるっていうことですね。混ぜていきたいと思います。混ぜる順番とかいろいろね、人によってあると思うんですけど、基本的にはしっかり混ざっていればまず失敗とかはないので、僕の場合は先にちょっと使う配合餌だけを入れて、ここに水汲みバケツで汲んだ海水を入れて、海水が行き渡るようですね。で、後からオキアミを混ぜたいと思います。で、慣れてるとね、こうやってその大体の目分量で順番にこう水を増やしていって作れるんですけど、慣れてないとなかなか水の量がわからないと思うんで、少しずつ少しずつ入れていくか、もしくは使う配合餌とかにはね、おすすめの水分量とかが書いてあるものが多いので、それにを参考にして水を入れていけばいいですね。で、こうやって餌作りを始めると、そのね、空いた袋とかがだんだんゴミがね出てきますんで、結構やっぱり磯場は風が吹くことも多いですからね、飛んでいかないようにゴミがですね、せっかくの最高に楽しい場所なので、ゴミはちゃんと、まとめておきたいですね。で、慣れてくるとね、自分の好きな好みの分量が分かってくると思うんですけど、できてくると思うんですけどね、自分の好きな餌作りがですね。基本的には、参考としては、オキアミ3キロのオキアミ1枚に対して配合餌1袋っていう感じでいいと思います。で、餌を買った餌屋さんでその混ぜれる場所をね、準備してくれてるところが非常に多いので、そこで作ってくるのもいいですね。これがね、好きになってくるとね、うわー美味しそうやなって思うんですよ。餌作りまで楽しくなるっていうね。特定の餌のこう匂いが好きになったりとかしますよね。この香り、今から釣りするって感じみたいなね、いい感じですよ。 OK かな、完成ですね。このぐらいでいいんじゃないですか。ちょっとしたことなんですけど、持ってきて準備した餌を全部混ぜてしまうんじゃなくて、僕の場合はこうやって一袋まではいらないんですけど、半分とかあればいいですよね。全部混ぜないで少し残しておく。これは途中で例えば、ちょっとナビしぶきがかかってべちゃべちゃになっちゃったとか、雨が降ってきたとか、そういうことも起こり得るんで、その時にね、水が入りすぎると釣りが続行不可能に、要は
巻けなくなったりするんで、そういう時のためにも一応予備として後で微調整ができるようにしておくととても便利だと思いますね。ああもうべちゃべちゃで釣りができないっていうことがないので、いつもそういうふうに予備としては置いてますよね。尺立てに水を入れて、これで、バッカン、餌回り、巻き餌作り、セッティングが終了ですね。